はい、どうも皆さんこんにちは、タツです。今回もゆるくラジオスタイルで海外ニュージーランドの情報やニュージーランド生活について喋っていこうと思います。しばらくはこうやってニュージーランドの映像を流しながら淡々と喋ってるだけの動画ですが、できるだけ内容は濃いものにしようと思ってるので、ぜひ、最後までお付き合いください。ニュージーランドというあまりポピュラーではない、世界地図でもたまに忘れられるような国ですが、いろんな魅力の詰まったまだまだ皆さんが知らないことが多い国だと思うので、うまくこのチャンネルを通して伝えていけたらなんて思っております。さて、本日の動画のテーマはニュージーランドに5年住んで感じたこと、思ったことをお話ししていこうと思います。まず初めに思ったことは、もう5年も経ったのかということですね。この YouTube チャンネルで発信し始めてからも4年ほど経ってますけども、時間が経つのが早いなと感じるとともに、当時行ったこともない土地への海外移住ということもあって、常に新しい発見や、カルチャーショックや言語等で悩んでいた時期、言語に関しては絶賛進行中で大変なことはありますけども、いろんなことで忙しくて本当にあっという間だったなと。たかが5年、されど5年ということで、この5年というのは短くもなく、長くもなく、過去を振り返ってもたくさんの思い出があって、5年という経験を踏んだことで次へのステップも見通しやすくなってきたかなと思います。そんな中でニュージーランドに5年住んで感じたことの中で、一ついいところを挙げるとすれば、こちらの夏ですね。こちらの夏の過ごしやすさは尋常ではないということです。これは思わぬ産物というか、こちらに来て初めて体感したことで、というか別にこれ目当てでニュージーランドに移住したわけではないので、僕的にはみんなにちょっと秘密にしておきたいぐらいなんですが、そんなこと何のメリットもないので、しっかり、この動画を通してお伝えしていこうと思います。まず、他の動画でも言ってるとは思いますが、僕の住むニュージーランドの首都ウェリントンという町は真夏になっても最高気温は30度ちょっとぐらいまでしか上がりません。そして湿気があまりないので、適度な暑さでものすごく過ごしやすいです。もちろん今日は暑いなぁと感じることもありますし、汗をかくくらいの日もありますが、日本のそれと比べたら雲泥の差です。そしてデイタイムセービングといういわゆるサマータイム制度のおかげもあって、日が長いんですよね。朝はだいたい7時ぐらいから夜は9時過ぎぐらいまで外でボール遊びができるほど明るい日もあります。なので夏になったら、仕事が終わったらそのままビーチ行ってバーベキューしたりすることも、できちゃうんですよね。こちらに来た当初はニュージーランド人の友達と毎日仕事終わりに山登りに行ってたのを記憶しております。とにかく、夏になるとですね、外でのアクティビティの選択肢が増えるし、毎日気分がハイになった感じになるんですよね。そしてこちらの夏は日本との季節が逆になるので、クリスマスの時期に夏休みということになります。そこでまとまった休みがこの時期になるので、どこか海外旅行や日本への一時帰国も考えるんですけども、ニュージーランドの夏が最高すぎてもうここでええやんってなるんですよね。逆に日本からニュージーランドへの旅行を考えている方は絶対に夏に来ることをお勧めします。12月から2月の間が一番いいと思うんですけども、暖かい時期が短いというのが少し悲しいところですが、もしこちらが冬の時期に来るという方は南島一択かなとは思います。いや、北島もいいと思いますが、やっぱりそれでも南島に行くにしても僕は夏がいいと思います。こんな感じでですね、ニュージーランドの夏が最高という話はこの辺にしておいて、もう一つ感じたことがありまして、僕がここに住んでこの感覚があるから本当に住みやすい、そして自分の性格に合ってるなと感じたことがありましてですね、それはですね、ズバリ
必ずしもギブアンドテイクではないということです。このギブアンドテイクという言葉はいろんな部分で使われると思いますが、ニュージーランドの方たちはとにかくギブ、そしてギブ、ギブ、ギブなんです。テイクはほとんどないんです。そしてテイクという形をこちらが取るとかなり驚かれる。まあ、もう少し分かりやすく具体的に説明すると、もし自分が困った状況にいたとすると、彼らはすぐ手を差し伸べてくれます。これは、まあ、老若男女関係なくほとんどの人が困った人を見ると助け合ってるんですよね。まあここまではとても優しい国民性だからで説明できるんですが、日本人の感覚だとお世話になったから、まあ、助けていただいたからということでお茶菓子か何かを持って後日その方を訪ねるとかなり驚かれるか、そういうつもりはなかったのにというふうな感じになります。もちろん心よく受け取ってくれたり印象は良くなったりしますが、基本的に何々をやってあげたからお返しがあって当然というのはないんですよね。このお返しの文化というのは日本人ならきつく、小さい時から教育されてきたと思いますが、こちらにはそういうのはあまりないんです。まあ、どこか例えば旅行に行ったとしてもお土産など買う必要もないので、旅行の予算は全部自分に使えます。そもそも自分のための旅行なのに周りの人たちに費やすのはちょっともったいない気もしなくもないですか。これはまあ賛否両論あって当然ですし、全然異論は認めますけども、僕がこちらに来て初めて日本に帰って日本一時帰国のお土産としてうちの会社のボスにいろんなものを買っていってあげたんですが、当時ね渡した時はすごく喜んでくれてその時は良かったんですが、後日ボスがアメリカへ海外旅行に行ったんですね。そして彼が帰ってきた時に自分の心の中でなんかあるかなって勝手に思ったんですよ。そしたら何にもなくて、彼からめっちゃ楽しかったっていう思い出話だけで終わったんですけども、その時にハッと気づいたんです。俺はお返しがもらえて当たり前と思ったんだ。そう思った瞬間自分がめっちゃ恥ずかしくなりましたね。でもそう思った時に自分が日本にいる時に違和感を感じてた部分がその時に初めてそうそうこれこれってなりましたね。自分がこの人には何か買ってあげたいと思ったら買えばいいし、周りに困っている人がいればすっと手を差し伸べてあげる。そして見返りなんてそもそも求めない。いやーなんて大人なんだと思いましたね。めっちゃかっこよくないですか。この感覚は本当に人生生きている上で心地よいなと感じる部分ですし、意識せずともこういう人間になっていきたいものでございます。はい、今回の動画はこんな感じでしたが、いかがだったでしょうか。ニュージーランドに5年住んで感じたことでしたが、まだまだいろんな気づきや魅力的なポイントがあると思いますので、その都度このチャンネルで紹介していきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録をしてこの動画が良かったなと思ったら高評価もよろしくお願いいたします。それではこの辺で失礼いたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。